2大会、同時にこの場で発表させていただきます。開催日は4月16日土曜日、トリガー、そして4月の17日日曜日、ナンバーシリーズと2大会連続で大会を開催させていただきます。会場はですね、多分格闘技界では初となる武蔵野の森総合スポーツプラザメインアリーナ、調布市にある、会場になります。バドミントンの、オリンピックの、大会会場にもなって、場所とするとみんなのイメージがつきやすいのは味の素スタジアム、アジスタのすぐ横にある、アリーナです。2017年にできたばかりのアリーナで、1万人入る、すごく綺麗なアリーナ、格闘技で進出するのは初となると思いますが、この会場を使って4月16日土曜日にトリガーサード、そして4月の17日に日曜日、ライジン35、両日開催をさせていただきます。はい、それでは、体の発表をお願いいたします。はい、まず、トリガーの、カード今日3枚発表させていただきます。トリガーは、大会としてはまず形状を使う、新しい新シリーズという中で、選手たちの再生、そして原点回帰、そして、選手の発掘育成の場、そして地域の活性化、そういう、テーマを掲げて、すでに2大会開催させていただいてますが、その3大会目、今回の、カード、じゃあまず、3試合発表させていただきます。1試合目、金原正則 VS 真島和正、2つ目、金太郎 VS倉本和馬、3試合目、ルイス・グスタボ VS 八千雄介、以上3カードとなります。1つ目の金原選手と真島選手の試合は手先の裏番長対決とでもいうか、手先級トップ戦線、の、なんていうんですか、仲間入りじゃないな、本当にこの2人が逆にトップなんじゃないかという、そう実力的にはですね、コアのファンの人たちの中ではそういう評価も高いような選手2人がここで激突します。フェザー級戦線のトップ戦線に、一泡吹かせる可能性がある2人が両雄が戦います。金太郎選手、大晦日の試合含めて本人ここにいてあれですけど、2連敗中再起をかけるというか、ここで負けるわけにいかない、トップバンタム級のトップに絡んでいくためにはですね、グランプリで結果出せなかった分、しっかり、ここで結果を出す、その対戦相手が、先般の静岡大会で衝撃的な、勝ち方をですね、ケージの中で強いのかなって思わせる、ケージだけじゃなくて倉本のここまでのちょっと成長ぶりが怖いなと思わせる、そんな倉本選手とバンタム級トップ戦線を脅かすための、余裕、負けられない試合となります。そして八千雄介、2018年ですかね、8月、連勝街道まっしぐらだった八千がつまずくというか、転げ落ちるというか、まさかと思わせる敗戦、敗戦のところにもう一回きちっと立ち返ってルイス・グスタボとの再戦に挑みます。そこから相当成長もしたでしょうし、八千がもう一度ライト級の中でですね、サトシの首を狙うポジションに這い上がっていくための負けられない試合と、それぞれテーマのある、3枚今日発表させていただきました。私からは以上です。はい、ありがとうございます。4月の17日日曜日、武蔵野の森総合、何でしたっけ、スポーツプラザ、そうです、メインアリーナ、格闘技界ではまだ馴染みのない会場になりますが、
アジスタの横の調布市にあります、東京都内、関東圏からのお客様は非常にアクセス、ちょっと距離ありますが、アクセスはいろんな形でしやすい場所だと思いますので、新しい格闘技のですね、開催会場として今後使われていくことになると思います。まあ、できたばかりの本当にブランニューな、すごく施設としても素晴らしい、見ていただいたらお分かりになっていただけると思いますけれども、快適な、会場になります。春のですね、暖かくなった時に、タイミングでですね、2 days 2日目、湘南美容クリニックプレゼンツ、ライジン35、ライジン35、こちらの方の、カード発表をさせていただきます。これはここで言わない方がいいですね。そうですね、はい。じゃあ選手にご登壇いただきたいと思います。はい、それではカード発表をお願いいたします。はい、カード発表します。1試合目、浜崎彩香 VS 伊沢聖華、ライジン女子スーパーアトム級タイトルマッチ。2つ目、牛久潤太郎 VS 斉藤豊、ライジンフェザー級タイトルマッチ。3つ目、ホベルト・サトシ・ソーザ VS ジョニー・ケース、ライジンライト級タイトルマッチ。4月17日、ライジンが現状掲げる3つのタイトル、3大タイトルマッチ、すべてリベンジマッチになるんですが、3大タイトルマッチを、開催します。以上です。ありがとうございます。こちらお願いします。はい、こちらお願いします。